まず、はい、刺し木のとこですね。こう土入れます。こうね、ちょっとこれ水かけます。はい。たっぷり。はい、これで終わりです。おこれ切ったやつ刺してきますから。はい。もう本当に切って刺すだけなんですか。うん、刺すだけ。で、あの刺し切った時にね、これ発根剤って使います。発根剤。根っこ発根。発根剤、はい。これルートンっていう商品名。刺し木にくっつけた粉になってます。はい。簡単で。メネディエル。これにあの一晩つけといてもいいんですよ。はいはい。で大体これ使ってますこの、はい、ルートっていうやつこれ。どちらかでいいってことですか。やった方がいいです。はい、あの根っこを早く出させるのこれ。はい。そのまま刺すよりこれはいいです。まず刺し木の長いところ取ってきますからね。これ切ります。はい。時期は春先が一番いいんですか。春ですね、これはね。だこう寒さに向かうからもう活動止まっちゃいますからね。はいはい、春から夏に向かう時の方がいいです。なるほど。これ少ないな。これ刺し穂って言います。刺し穂。あの刺し木の刺しに穂、はい、稲穂の穂。はい。刺し穂。なんか取るところのと、なんていうんですか。はい。まだもうここ。僕のイメージだとこういうところの枝切っていくのかと思ったんですけど、切ります？切っちゃっていいですか？あ、でも大丈夫です。はい、例えば上のもう長くなりすぎちゃってるから上をやっちゃうとか。あ、じゃあここで行きましょう。そういうので大丈夫です。これ取ります。これが使い方する人もいるわけよ。これとね。あ、さっき話してたやつ。うん、これ。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 普通の葉っぱの部分みたいな。これね、あともう整理しますあと。ああ、なるほど。ここほら、これが芯ですから、はい、これ葉っぱ少し取ります、こう。ああ、なるほど。結構だから細いやつでもできるってことなんです、うん、こういう形。はいはい。ここで刺しますかね。あ、皮むけちゃったな、これ。これがいいや。これやってみますね。はい、そしてこれがただ切っただけですから、はい、こう斜めにこう切り込みです。ここに。はい、斜め。はい。この反対側から。あ、V 字みたいに。そうするとここの面積が多くなるでしょ。はい。土に入る面積。はい。で、それでこの発根剤っていうのをつけて、こうつけて、はい、こう刺していきます。へえ。ここに、こう刺します。土は赤玉土で。これ赤玉。はい。赤玉の一番小さいやつ。はい。ついたさ、はい、さっき旦那が言ってた話は、はいはい、ここのところをちゃんと止めなさいと。この辺もやりますか、これ。これ、木が変なのになっちゃうな。例えばもう上ボンって切っちゃったら切っちゃっていいですか。これでかくなりすぎちゃってるんで。あ、じゃあここでやります、はいはい、ここね。一巻きか二巻きぐらいして固めてで、こっちを巻く。で、ここをとにかくしっかり巻くつける、これだと、ここがしっかり巻きつけたって感じじゃないんですね。そうそうです。うん、だからここのところだけしっかりやる。じゃないと止まんないです。止まんない。おっしゃるとおりです。こう切る必要ですね。はい。こっちは長く切る。はい。で、反対側はちょっと短く切ります、ここに。こういう。こういう形。ここのね、ちょっと片方長く、片方短くして。はい。先に反対の方に一巻きか二巻きやって、これを刺します。刺すときね、このままやっちゃうとね、あの皮がむけちゃう可能性あるんで、はい、こうピンセットで挟んで、はい、こうやって刺します。ほら、ここに、ここに。で、ピンセット抜いたら、こう足元を押さえます。はい。なるほど。斜めに
入れて、そうつけて、入ってます？はい、入ってないな、入ってない、短い、これね、ここなんです、これと平行に、ここに、ここに、はいはい、はい、木を押さえてください。でピンセットに抜く、でこう押さえながら周りをくって、そう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 、なるほど。ここからね、風に当てるところみんな飛んでっちゃいますからね。室内の方がいいですか、この寒くなってくる時期だと。軒下とか、軒下で。ちなみにこれ刺してからどのぐらいで根が生えてくるんですか。これ根っこが出るの、はい、だいたい春にやって秋には出るでしょ。春にやって秋、うん、で半年ぐらい、半年ぐらい。挿し木ができる木って、挿し木はだいたい、だいたいできるんですか。雑木だったらできるでしょ。あ、雑木なら、雑木は成長早いですからね、半年もすりゃ根っこ出てくるでしょ。雑木類ならだいたいできる、うん、で、で、だからできない方の方が少ないんじゃないですか。あ、そうなんですね。どんな木でも挿し木のやり方っていうのは今教えていただいた。で、こう赤玉じゃなくてね、あのバーミキュライトって、あのホームセンターなんかで売ってますから、バーミキュライトって。バーミキュライト、うん、あのウンボかなんかのこう、ね、焼いたやつみたいなやつ、はいはいはい、キラキラ光ってる、あれでもいいんです。へえ。家にある雑木はもうこのやり方で全部、うん、そうそうそう、これです。だから時期ですよね。時期、春先。挿し木とね、あとは長寿梅のっていうのは分かります？はいはい。これは挿し木とか寝伏せとかそういうのです。あ、寝伏せだって今やできるんですよね、バラ。あ、そうなんですか。うん、これちょっとグラグラしてるからね、もうちょっとこの子取っちゃうさ、これ。これこっち、これはちょっとダメかもわかんないんで、グラグラしてないですか。結構しっかり、うん、こっちよりは結構深めに、うん、あのグラグラしてたら根っこ出てきませんからね、風が吹いてるのと。そうですね、風にも弱いって、うん、そう。でこんなの風吹いたらピーって飛んでちゃう。ちょっと柔らかいから、うん、そう。この場合ね、あのこう上にティッシュペーパーが吹いてます。ティッシュ、水かけるとさ、あー、そっか、水圧でダメになっちゃうから、うん、ティッシュをかけて、ティッシュちょっとこう入れて、うん、で水さっとかけとけば、あと種まいた時なんかそうしますよ。あ、ティッシュペーパーで、こんな感じで、うん、挿し木はこれだけですね。あとはもう時間です。半年ぐらい、うん、あ、この間心拍切ったじゃないですか。心拍、はい、尻尾はあれも挿し木できますよ。そうですよね、うん、で一応帰ってから挿したんですよ。挿した。あ、じゃあ大丈夫です。ただここでね、10月頃挿したやつがね、はい、あの根っこ出たのがあるんですよ。へえ、10月、うん、いいじゃない。今秋とかに挿し木した時は、うん、ビニールハウスみたいなところに入れておいた。あ、ハウスがあればハウスの中に入れておいてです。これビニールかぶせちゃダメですよ、これ。そうですね。あとね、あの発泡スチロールの箱あるんでしょ。はいはいはい。あれ中入れといて開けるときが大変だよ。あれでもいいですよ、あそこだと。ベランダとかに発泡スチロールを置いて、はの中に入れとけばいい。そうそうそう。で、蓋どうすかね、蓋しない方がいいかな。上なんかちょこっとね、あのすだれみたいのかけるような形 で全部覆っちゃってね、で春になって蓋開けたら枯れちゃいますよ、全部。まあそうですよね、うん、なるほど。じゃあ冬、発泡スチロールの魚のとこ入ってる、はいはいはい、あれ中にこう並べておいてもいいです。わかりました。じゃあ帰ったらそれ、これ小さいですからね。で水は優しくあげれば、こんな感じで、このヘリの方に刺した方がいいんですか。ヘリの方とか端っこの方に結構刺してるじゃないですか。だから、はいはい、水がこういっぱいあるでしょ。はい。で面積が少ないから枯れる可能性があるんで、こう斜めに刺す。土に対して斜め。そう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 。こういう形で刺していく。この角度ぐらい。はい。こういうこのぐらいの角度。このぐらい。
これとか斜めです、ね、まっすぐ立てちゃうと重さが多いでしょう。はいはい、少しこう斜めです。でこの鉢の周りの方が鉢温まるわけですよ。こっちの方が成長は早いんです。へえ、外側のが温度が高いってことですか。そうそうそう、これなんだ。それは知らなかった。これ。おお。そして針金かけて。1年、もともとどのぐらいのサイズだったんですか。でもこれで考えると半分ぐらいかな。こんなもんだと思うんですけどね。それがこのぐらいになる。伸びる。これ針金をまっすぐかけてるじゃないですか。だいたいヒノキっていうのはだいたいまっすぐじゃないですか。はいはいはい。山の中で。はいはい。そんな模様がついてないでしょ。はい。だからそれに合わせて。なるほど。ヒノキっていうのは建材に使うわけですからね。はいはい。まこっちは建材なんで。まっすぐです。それと山の木とは同じように合わせて。なるほど。曲げることもできるってことですよね。でも。そうです。突起したやつはあと長寿梅がですね。こう心拍。これだ。これ。挿し木です。この挿し木で、へえ。これみんなついてるんですかね。なるほど。さん、これは挿し木したの？一昨年挿したのか。一昨年か。で、去年1年ずっと鉢の中に入れていて、鉢の中で針金かけてちょっとねじって。うんうんうん。1年経って、1年、2年か。2年かな。2年。2年目に植え替えた。へえ。なかなか時間かかるんですね、やっぱり。これ、この間旦那が挿し木してた。これ、こうやって。あ、それから。これ根っこ、根伏せしたやつ。はい。根伏せって根っこ、根伏せってのは根っこをね、根っこから芽出す。こう長いぐるぐる根っこが回ってたし、鉢の中に、はいはいはい、その根っこを使ってこう芽出させる。あの根っこを切って植えとくと生えてくる。すげえ。これ長寿梅、こういう。そうするともう自然の模様がついて。人間が面白い。人間の模様じゃない。へえ。これみんなそうですよ、これ。これも、これも。ここでしたね。これは長寿梅ですから、これ全部こう根っこですからして。すごいな。長寿梅って群れスズメってやつですけどね。はい。こういうほら、あ、本当だ。こうでしょ。これ根っこでしょ。こうほら。じゃあ1個木買ったらどんどん増やせていけるってことですよね。そうそうそう。だから若い人はね、こういうこといっぱいやればいいんですよ。そうですね。年寄りはもうお金で買うしかないから。前回も聞かせていただいた名言が、そのちゃんとこれの根っこですよ。これ。ああ、そうなんですね。これ群れスズメって。群れスズメ。長寿梅の品種。これ金雀かと思いますよね。はいはい。スズメが群れてるような花が咲く。はいはいはい。これの根っこ使ってやつ。こういう増やし方ですね。こういうのなんかもう何十年もね、年単位ですけどね。もう10年経てばもっと良くなると思います。そうですね。やっぱ時間が時間のさ、時間を買うんだからね。でもこういうのも本当に鉢を小鉢のなんか可愛いやつとかにしたらそうきっと可愛いですよね。そう、こうね、こういうのは長寿梅っていうのは価格的にも、ね、高いんですよ。はいはい。結構大きいのだとすごい値段するの。うん、そう。あれとかそうですか。あれは長寿梅じゃない。あ、違う。あ、この、あ、これ、あ、これ、そう、これそうですよね。これそう、これも全部です。あ、僕も長寿梅のこのぐらいのサイズのやつ、こういう古いやつをね、はいはい、植え替えると根っこがなんかぐるぐる回ってるんですよ。はいはい。それを使って、ああいうふうに使う。ちなみにこのぐらいのサイズってどのぐらいの年数経ってるんですか。これわかんないですね。もう何十年でしょ。50年ぐらい経ってると思うんですよ。じゃあ50、あれ挿し木して50年後にこの木がほらツルツルしてるでしょ、これ、はいはいはい、こっち側ザラザラしてるんですよ。あ、本当ですね。こっちは古いんですよ。こっちの方が古い。でも大きさは同じぐらいですね。うん、大きさと木の古さ、
カヒノキのこのサイズも見たことないですよね、うん、これは私見たことない、うん、こんなになるんですね。結構曲がってるし、うん、かっこいいな。もう小さいうちにこういう人出たんでしょ、これ。うん、ちなみに僕のビヨンって伸びてたやつあるじゃないですか、あれもこういう風に曲げれるんですか。できる、結構曲げれる、ね、あのヒノキの性質としてね、はい、枝を下げると裂けてくるんですよね。あ、柔らかくないってこと。こうやってこうやって下げてくるとこう裂けちゃうの。へえ。針金でこうやって無理にやるとこっち反対側にね、はいはい、こう裂けてきます。なるほど。じゃあ結構難しいんですね。だから下枝を裂けるんじゃちょっと上げるようにすればね。ああ、確かに枝みんな、いや、上がって上向いてるでしょ。上向いてますね。これ裂けられないんですよ。へえ。ありがとうございます。挿し木と、ね、寝癖、寝癖教えていただきました。これでお家でもできます。ありがとうございます。今度長寿梅がいいですよ。長寿梅いいですね。ああ、これ結構大きいですね。これ長寿梅ですよ。へえ。売り物ですか。売り物、売り曲げてもいいし。あ、足元にね、こうガッとこう模様が入ってないですよ。うんうん。あ、ちょっと曲がってるやつ。これだけ長くなっちゃってるでしょ、ここに。はいはいはい。こういう模様が入っていればこういうのは使えるんですよ。へえ。つでみんな挿し木ですよ。挿し木です。挿し木しても針金かけ終わったら一回。そのほら、針金跡ついてます、はいはいはい。針金かけるタイミングってなんか早めにかけた方がいいって。早めに根が入ったらすぐ針金かけた方がいいって言われる。早めの方がいいです。そのタイミングがよく分かんなくて。タイミングっていうのはもうこのぐらいのうち、これだとこの辺に模様つけるの大変ですから、ね。はいはいはい。細いっていう。もうそれも半年後ぐらいってことですか。根っこが出てきたらじゃあ一回抜いて確認するってことですか。そうそう。半年ぐらい、半年ぐらい経ってから。そう、これじゃダメです。ここからキュッてこういうふうにする。うんうんうん。でこのままだとこういう針金がかかるとやっぱりこのぐらいになっちゃうんですよね。はいはい。だから植え替えの時にもっともっと下の方だけカッとこう。こうビッと曲げちゃった方が。そうすると足元にあの模様がついてる。確かにこういうのよりはね、このぐらいだったら曲がるかな、うん、で針金かけるとき、だから10本やって1本できるか2本できればいいかな。そういう、あ、そんなレベルなんですか。そう、だからいっぱい作っとくんですよ。なるほど。いっぱい作んなきゃダメだった。